約2万3000名、阪神・淡路大震災で6000名の方々が亡くなられました。この方々に対し、最初1分間だけ黙祷を捧げたいと思います。じゃあ、1分間黙祷。お祈りください。ありがとうございます。御座様は高いところではございますが、私は全国頑張れ行動委員会兵庫県支部じゃなくて有志の会の旗と言います。よろしくお願いいたします。全部に先立ちまして、最初に今に3分私短い暑いですので挨拶させていただきます。今回の東日本大震災に加えて原発の事故がありまして未曾有の国難であります。約150年前日本は欧米列強からやはり植民地にさえかかりました。当時の下級武士たちがそれを奮陣努力することによって撃退することができました。当時アジアでは日本とタイだけが独立国だったわけです。しかも現在我が国は非常なる売国政権であります。このまま日本を彼らに任せておいては日本は潰れてしまいます。そこで私たちはもう一致団結して力を合わせて、一人一人の力では弱いけれどもみんなが頑張って力を合わせればきっと大きな力になると信じております。この隙を狙ってロシア、中国、韓国、朝鮮が日本をかすめ取ろうとしております。こんなことは絶対にさせてはなりません。古来我々日本民族というのは優しくてなかなか怒らない民族なんですね。ですけど一旦怒りますと怖い民族です。誇りある民族です。かつてハンチントンという人が世界を7つの文明に分けました。その中の一つが我が祖国日本の日本文明であります。非常に歴史と伝統のある国です。私たちはこの国難に際して一致団結してことに当たりましょう。我々日本人は気概を持て、我々日本人今こそ立ち上がれ、みんな一致団結して頑張りましょう。ありがとうございました。あと京都の全国交通委員会の方が来られてますので一言ご挨拶いただきたいと思います。失礼します。京都本部の小橋と申します。今日は椿原代表ですが、先月の18日にトークセッションというのを京都でやりました。で非常に好評でほぼ満杯というところまでご参加いただきました。でしかしその疲れもあったと思いますし、ちょっと自治会に役もされているものですからちょっと体調を崩されてお風邪をひかれて今日は行きたいけれどもちょっと遠慮させてもらうということでそういうことでした。さて私たちよく健康という言葉を使います。でその健康という言葉、健康ないと使ってるんでしょうか。おそらく一般論として言うならば健康ない人は使われるないように思います。で今の政権ちょっと考えていただいたら分かるんですが、やれ民主じゃ情報公開だ平和だと
例のことを強調してきました。情報を徹底的に隠してるじゃありませんか。で、昨年の秋でしたか、自衛隊のですね、集まりのなんか関連の集まりで、自衛隊のですね、普通のですね、勤務時間外にですね、その集会に集まった人間を、その人物を調べてのことを言った人間がいますね。今、民主党の国会対策委員長の安住という男ですね。で、最近の話では、環境大臣になった平野っていうのは、神戸で青山シニアルがですね、震災のですね、災害者の何て言うんですか、支援のため の、 講演会をやられたと思うんですけれども、でその後ですね、福島の原発原子力発電所にきっちりした手続きを取って行かれたということですね。でしかしその時に政府の関係者が何で行ったんやということで圧力をかけてきたということですね。そして最後には政府のその中枢部の中ではこの青山さんを逮捕せとかいうような、そこまで話をしてたみたいですね。でそういうようにもう非常に恐ろしい状況が今出てきていると思います。人権擁護法案とか言いますが、結局あれが通ればですね、チベットとかウイグル、南モンゴルで行われていると同じような状況が出てくるということを我々予測しなきゃいけないと思います。でおそらく私なんかもこんなことで名前出てくると、そういうことをですね、この政権が続くならば十分考えられると思います。しかしそれを恐れていったら私なんかの場合ですね、子供や孫の世代どうなりますかということで動かざるを得ないということで両親にとればですね、人の前に立つということを大嫌いな、そういう流せ育ったものですが、もうじっとしておれなくなって細々とではあるんですが、一歩一歩揺らいでいかないといけないと思って頑張らせてもらっております。で皆さん共にですね、そういう国家にならないように早く現政権をですね打倒するために頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。簡単にコースの説明をしておきます。最初はここを出て北の方にずっと車道で行きます。で市役所の前を通って三宮駅の交差点を左に曲がって2号線を西に行きます。でしばらく行って今度は十和ロードを南進します。で三宮神社のとこを左折して今度は三宮中央通りを東進します。でずっと帰って国際会館の前を右に右折、そこから歩道の格子になります。それまではずっと車道の三列行進となります。で、あと出発は1時間半、1時半からですけど約45分ぐらいでコースを終わると思います。で、今日は非常に暑いですので熱中症なんかのことを十分気をつけられて、途中でしんどかったらもう
途中でもう休むとかいう形でしてもらって結構ですから、あまり無理をされないようにしてください。で、今日も我々と反対の考えの人たちのデモが、ついさっきまで市役所の近辺であったそうなんですけど、まあ、警察の方の話によれば、まあ、コースは勝ち合わないように配慮しましたということですので、お互い考えが正反対の考え方同士の団体ですから、いざこざがもしあるようでしたら警察に任せてくださいということの指示が出てますので、そういうふうにしてほしいと思います。で、最終的にはここに着いた後、みんなが集まった段階で簡単な挨拶をして、最後に、国歌斉唱をして流れ解散となります。横断幕もたくさん6枚ぐらいありますし、それとプラカードは各自自分の気に入ったのを持っていただいたら結構かと思います。で、途中でブレを配ったりするというのは警察から禁止されておりますので、そういうことがないようにお願いします。今日のテーマはこちらです。今私の前に貼ってる分、お見せしてる分がそうです。これを一番前に大きな日照旗とともに持っていただければ幸いかと思います。それとあと、呼びかけなんですけど、途中声が枯れたりしんどくなった人は交代していただきたいと思います。それとマイクが割と重いんで、マイクを担いでいただく方もちょっと申し出てほしいんですけど、よろしくお願いします。